今日のクリスタルシャワー、あなたにとってお役に立つ情報はありましたか？水曜日もクリスタルハートフルメンバーがお届けする素敵情報をキャッチしてくださいませ。次の番組は大江戸ワイドスーパーアフタヌーン、亀戸にありますアンフェリシオンスタジオからの放送です。映像は毎週ブログやフェイスブックに掲載しますので、そちらもお楽しみください。チームクリスタルのすべての情報は、クリスタルのホームページ、カタカナでクリスタルレインボークラブ .com をご覧ください。お楽しみが盛りだくさんですよ。今日はですね、ここに来てもう一人登れてる人がいました。そうですよね。ですよね。だからそういう約束があった、約束事があったのかと思いましたけど、台本もまた今日はね、二人はね、僕に感謝だね。誰のセリフじゃみたいな感じですよ。謝っとこう。本当に一人っ子長男みたいな感じですそうだね。あのね、オープニングのマサと一緒。え、あのね、エンディングの曲が鳴って、はい、自分のセリフなのに、エンディングの曲が乗ってる。さっきのマサの人、この短い時間の後になんかデジャブかと思っちゃったんですよ。キリンさんの次だと思ってたんで、あれと思って一瞬止まって私、読んでるマサを見てさ、あれ赤い毛読んでるぞ。ですよね。最初ね、これね、やっぱり人って入るんだね。寝ちゃダメだって言うと寝るんだよ。そうですね。そっち寝ちゃう方に意識がフォーカスされちゃう。脳は寝ていいとか寝ちゃいけないとか分かんない。分かんないですよね。うん、本日はあのやってはいけないことをやってみました。はい、そうですね。はい、終わりますよ。はい。いろいろなアイデアやクリエイティブ感をプラスすることで存在価値の化学反応が止まらない。面白い展開も次々起こります。大人だからできる自由だってあるはずなんです。アイマン大募集、番組への参加応援は大歓迎です。メンバー一同心よりお待ちしています。見逃してはならないクリスタルシャワー下町スピリット、リンクしてシェアしてコラボレーション。